キャノン。すみません、なんかまだ食べてるんですけど、はい、まめこチャンネルのお時間がやってまいりました。影山です、よろしくお願いします。はい、ミス、トウモロコシです。もうね、前回引き続きお越しいただきまして、はい、もうミス、トウモロコシっていうテロップが出てますよ、ね。はい、うん、はい、これから復活ののろしを上げていこうとされている。いや、そうですよ、そうですよ。ミス、トウモコさん、僕はそれのほんの少しでも、はい、力になれれば、うん、もう本望ですね、うん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はこのお召し物もあれですか、その今回の違います、気持ちを作ってるんです。あ、作る、やっぱ役、役に ね、だから、うん、これ私服ですよ、普通に私服、うん、すいません、いつもこんなんです。あ、そうですか。はい、でも気持ち作ってんですよ、そう読まなきゃ。いや、だから拾ったわけじゃないですか、僕は。そのもう、デリカシーがない、すいません、本当に。まあ、でも前回の話で、その博品館劇場は愚か、うん、ね、うん、ニューヨーク、カナダ、カナダ、うん、各国での公演も、クラムとそう、秘蔵っ子ですよ、秘蔵っ子一期生として経験を積み重ねてこられて、うん、ね、でも20年間が空いて今回ご出演という、うん、ちょっとその辺の経緯を今日はね、お聞きしてみたいと思うんですけど、そのあの娘さんが出てる様子は見て、井川監督のことは知っていたと。そうです。はい、で今回、まあ、お芝居やるんだけど誰か役者やらないかという呼びかけに、ミスさんはちゃんとそれに応募されたわけですよね。そうなんですけど、ちょっと気が迷って、でも井川さんのやってらっしゃることに興味があって、あ、すごく楽しいじゃないですか。楽しいですね、いろんなことが、うん、でそれがすごく好きだし、はい、会ってお話しすると楽しいじゃないですか。楽しいですね。で時間忘れちゃうから、時間忘れてね、なんか一緒にしたいなって思ってたんですよ。パフ。いや、本当そうです。ですってよ。うん、でなんか、うん、まあたまたまこういろんなことが積み重なって、まあ、タイミングですかね。あ、やりたいって思ってしまった時に、ね、うん、ポッと送っちゃったんですよ。うん、もうびっくりですもん、最初。あれ、アンナちゃんのお母さんからメール来てるけど、それなんかこれどういう解釈なのか、ちょっと出るか出ないかって言って確認してみてって言ったら、うん、まあ、間違いですとは言いつつも、でやっぱ出るっていう方向の応募だったんだってことが分かって、うん、ただスタッフなのかと思ったからね。あ、最初はそんな、うん、あの役者としてっていう感じで別に来たわけではなかった。いやいや、だけど、うん、スタッフとして何かお手伝いしましょうかっていう感じでもなかったんですよ。それでもミス智子って書いてあって、ミスともこ、よろしくお願いします。うん、今までの芸歴みたいなのが来て、 あら、はいはい、これってどういうことかしらと思って、もうそういうのに僕弱いですから。そういうの、でもまさかほら、うん、使ってくれるとは思ってないし、いやいや、じゃないですか、本当に本当に最初2人ぐらいの芝居にしようと思って、うん、あ、はい、平野がいて、うん、でね、ソヨンっていう、はい、これまたまたとんでもないのが来て、うん、どうしようかなと思ってた時に、僕はアンナちゃんのお母さん来て、うん、で、いや、正直どうやって断るかっていう話だったんですよ。まあ、だって二人芝居としてね、うん、でも僕は、うん、いや、これはこれでなんとか芝居になりそうだって思って、うん、その時に三角形っていうのはもうその時に浮かんだんですよ。アンナちゃんのお母さんからメールをもらった時に、いや、ちょっと待って、断るんじゃなくてこれ三角形でなんか話はできる、うん、って言って、それからですよ、三角形っていうだけは決まってたんですよ、この3人。だって全く全然違う、うんうん、まあ、たまたまほら富良野塾だけど、はい、平野くんっていうのはもう25期とか、うん、期ね、最後の方でしょ、はい、で1期生でしょ、うん、これは接点があるよって言って何もないわけですよ、まあね、うん、で正直その平野くんの芝居がとんでもなく良かったから頼んだわけでもないし、うん、いろんな縁あって彼も来て、はい、でソヨンも全然ね、こういう全く違う異色のもの、うん、この3人っていうのはだから僕全く芝居っていうのは、ほら、違うものがぶつかった方が、うん、あ、そうですね、良くないですか、うんうんうん、ね、うん、どうしてこうなったのかが分かんないっていう方がいいなと思って、うんうんうん、じゃあとにかくアンジャーのお母さんに、あのとりあえず本を書いてますっていうところだけ送ってって、そこが最初だったと。あ、そうですね、うん、じゃあ牛さんの方も出たいような、でも出たくないような最初出ますって言ったんですけど、うん、あ、もうすぐ却下です。それはどうしてですか。無理って自分で思ったので。あ、はい、逆にその20年間そのもう辞められてたっていうのはどうしてなんですか。
もうやりきった感があったんですか？いや全然やりきった感があったわけじゃないんですけど、いや向いてないと思って。あ、そうだったんですか。はい、苦しいし、まあ、逃げ続けてたんですね。東京で出てまで芝居をしようとは思ってなかった。そんな自信がないし、今回だからやるのが本当に嘘みたいですよ。まあ、ちょうどそういう、こう生まれ変わる年になったんですよね。新生ミスのこと。それ井川監督から見てもおじさんってどんな感じなんですか、今稽古されてて。しまったと思ってますよ。いや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 、僕は、はい、なんかこう演出っていうものに、うんうん、あの僕もほらプロじゃないから、まあまあ何をプロというかですけどね、うん、その脚本家のプロでもないし、はい、その演出家のプロでもないし、まあ、まあどっちかってそういうなんかプロっていうものじゃないじゃないですか、うん、だからその倉本壮がどうとかって言ったってあれはプロだから、うん、あのあれに面白くないって言われても、うん、そっちプロじゃんって言えるじゃないですか。なりますね。だからあ、そのミスさんっていう人に興味はありますよね。どうしてこういうことをやって、うん、なんでこんなことやってこうしてっていうところがあって、うんね、前回今回の話聞いてるだけで、ね、うん、だからなんでこうしてるので、それをもとに本を書いてるから、うん、やっぱりこれはじゃあ誰か別な人がやれるかっていうとそうでもないし、うん、演出つけようがないんですよ。あ、はい、僕演出家じゃないから、はい、なんかこうなんかそうでもない人をそうであるかのように無理に見せる、うん、見せるってことができないから、うん、とにかくでもきっとこの本を書いたんだからこの中にミスさんがいるんだろうと思うから、うんうん、それは何なのかなっていうことは考えるってことありますよね、うん、だからあの役者ミスともこに期待するっていうよりは、うん、ミスともこっていう人に期待するっていうか、うん、別に役者っていうその肩書きから入らなくてもね、うん、うん、そうそう、うん、役者だからこのぐらいできるだろうとも思わないし、うん、でもミスともこならこのぐらいできるだろうと思う、うん、はい、やばいっす。本当やばいですよ。だから変な話、今ね台本が覚えられないって言ってんすよ、はい、言ってらっしゃるとか、うん、ないとか、うん、はい、でもね多分台本持ってやってても成立すると思うんですよ、うん、ああもう形が、ね、ステージ上でそう、うん、別に、はい、まあ、朗読のように、うん、例えばね、うん、そのぐらいだってこれはミス、そこにいるのはミス、そのセリフが覚えられないこともひっくるめたミスともこが立ってれば、はい、別に成立するだろうっていうふうに思うんですよね、うん、だから役者なんだからこうセリフが入ってないかどうとかっていうことよりも、うん、多分どっかこう通ずるところをね、うん、こう通じたなりに出てってもらった方がいいなとは思ってるんですけど、うん、覚えられない、仮に覚えられない、まあ、適当にやってもね、なんならそのステージ上でねちょっと白紙になっちゃうって瞬間が仮にあったとしても、うん、それはミスともこで埋めてもらいたい、埋めてもらう。まあそういうことですね。そうですそうです、だから別に白紙になっても、ねね、もうなんならね、そういえば私昔こういうことがあったのって言って、富良野塾の話を博品館劇場があってって話をしてもみんな別に、そうなんだっていう、そういう話聞きたいっていうね、だからそういうことじゃないかな。だからなんかね、芝居の人たちにはねエチュードっていう稽古があるらしいんですよ。ああ、まあピアノで練習曲っていう意味ですね。あ、そうなんですか。だからその練習でちょっと短いようなやつ、うん、でなんかそのなんか役者のエチュードっていうのは、うん、なんかもうあたかもその人になりきってね、うん、全部役者がアドリブで答えていくというようなことをやるらしいんですよ、はい、だから最悪別にね、そのエチュードでいいんですよ、本番に、本番に、うん、なんとかっていう相手はもう覚えてんだから、うん、ね、うんとかええー、とか、パオズ屋であるパオズ屋であるっていう設定を教えたわけだから、はいはい、でまあどんな話かっていうのは大体分かってんだろうから、うん、あの途中からは別にエチュードと思って、エチュード、うん、なんかあったらパオズ食べるって言えばね、うん、いやもう、もうだからもうパオズじゃなくてって向こうは歯ぎしりするだろうけど、え、じゃあ何食べる、トウモロコシでも茹でようかっていう話 すれば、うん、お客さんはもうそれがそれで満足です、うん、ミストモコが見れれば満足なんです。
うわって言ってますけど。皆さんこんにちは。こんにちは。平野由紀です。キムソヨンです。ミスともこです。8月29日30、31日と、カフェ豆彦宇田川店にてルンルー通りの三角形というお芝居をやらせていただきます。どうですかソヨンさん、意気込みを。はい、ほぼ初めてのお芝居なんですが、ビシバシやられながら頑張ってます。まだいたの？行こうと思ってたところだよ。こんな弟がいたら辛いおこしだからね。そうなんですよね、はい、ソヨンさん今回芝居が初めてということで。はい、本当緊張してますか？困ったもんです。困ったもんですか？もうちょっとてんてこまいで毎日よくわけわかんないく毎日過ごしてます、はい、楽しみましょうね。はい、どうですか？いや、楽しみましょうね。意気込みかなんか。頑張ります。それだけ。まあとにかく、まあこんなちょっとデコボコな3人でやってますけども、素晴らしいお芝居を皆様に提供したいと思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。